それでは時間になりましたので次のセッションの方を始めます小泉さん小井さんあとオンラインの佐藤さんよろしくお願いいたしますはいそれではよろしくお願いします楽しく勉強会ができる組織へチーム勉強会にくじけた人におすすめのスクラムガイド勉強会というテーマでお話しさせていただきますはい目次は飛ばさせていただいて <laughs> であの初めにであの自己紹介となります。あのまず私、日清情報テクノロジーの小泉といいます。あの昨日、頭取からあのスクフェス福岡来たことある人って言われてあの私、って挙げなかったんですけどあの去年、実はオンラインで来てたなとこう後から思ってあ忘れてたと思いました。なんで忘れてたのかなって思うと去年はちょっとこうどちらかというとこう見てるだけという形でこう参加しているというよりは少し見てるという感じでした。 まあ、ただ、僕、初めて出たスクラムのイベントがこのスクフェス福岡で、でこう見てたら、すごいその皆さんの声に圧倒されて、あのこのスクフェス福岡からこうスクラムの熱が出てきたっていうような形になります。で、最後、去年、僕、すごい感動した西内さんにバトンがつなげられるので、はい、ちょっと前座として頑張っていきたいと思います。<laughs> よろしくお願いします。では、コ、え、イ、ー、さん。 はい、同じく日清情報テクノロジーの「恋」です。あのひらがなで「恋」と書くと、えー、横から読んでも縦から読んでも「恋」です、はい <laughs> はいあの。私もですね、RSGT がこういったあのイベントを初めての参加であの何回かやっていくうちにですね熱に浮かされて、えー、うっかりこうやって登壇するというような機会もいただけるようになって 来ています今めちゃくちゃ緊張していますが <laughs> まあ楽しくやられたらいいなと思ってますよろしくお願いしますはい。はい、では最後佐藤さんオンラインからですがお願いします、はい、どうもスクラムガイドオタクです、えー、サスケファイナンシャルラボの佐藤と申します、えー、写真はあの一人で写真に写るのがとっても恥ずかしかったので我が家の猫ちゃんにも一緒に写っていただきました ちょっと T シャツが我が家からちょっとなるべく似たようなやつをこう持ってきてお、あの似たようなやつにしてみました。ちょっとでも気分を味わうのに。はい。えー、本当はあの現地参加のはずだったんですけれども、直前であのコロナウイルスに感染してしまって、あのオンラインからの参加とな,なります、えー。どうぞよろしくお願いいたします。 はい。ということで、あの、3名での、えー、進めていきたいと思います。あの、残念ながら、あの、佐藤さんオンラインになっちゃったんですけど、あの、オンラインもバリバリ盛り上げていければと思います。あの、我々、日清情報テクノロジーというところで、あの、R、R&D の、あの、組織にいます。30人ぐらいの組織で、で、2年前ですね、ちょうどね2年前の4月に、あの、できたところになります。で、そこから、あの、アジャイルは、あの、割と、初めましてのメンバーで始めていたので、まあ、本当に結構、初心者から、 あの進めていくということで、あの今日のスクラムガイド勉強会、あの非常によかったので、そこの,あのところをご紹介したいなというふうに思ってございますので、あのどちらかというと初心者向けの,あのセッションになるように、意識して構成しています。はいえー、本日のラーニングアウトカムですね、えー、チーム、社内で勉強会を続けるコツを知れると、でえー、2点目、スクラムガイドの各バージョンの違いについての面白さを感じることができる。 で、最後、えー、明日チームでスクラムガイド勉強会を実施したくなるということで、あの、この3点をラーニングアウトカムとして、えー、進めていきたいと思います。ちょっとあの、最初に、えー、聞きて、聞いてみたいんですが、あの、今日スクラムガイドのお話しするんですけど、えっ、ー、と、スクラムガイド、えー、読んだことあるという方、あの、どのくらいいらっしゃいますかこうあ、まあ、ほぼやはり全員ですよね。<laughs> ディスコードでも、あの、 もしよければあの読んだことありよとかってこう言っていただければと思いますが、あ皆さん回答してくれてますね。ありがとうございます <laughs>、まああの。スクラムフェスなので、基本的にスクラムガイドは皆さん見たことあるかなと思います。じゃあ,あのもう一個あのあ、そうですね、皆さん読んだことありますですね。あのもう一個質問なんですが、こう今回スクラムガイドをこうチームで勉強会するよというテーマなんですが、チームで こうスクラムガイド読み合わせとかそういう,こう勉強会をやったことあるっていう方どのくらいいらっしゃいますか大体いい現地だと半分ぐらいですねはいオンラインでもあやりましたオンラインオンラインはちょっと何人いるかわからないですけどあないですとかあ、うん、そうですねじゃあもう一個あの最後の質問ですあのスクラムガイドの各バージョンって書いてある通り我々こう2020からずっと遡って読んでいたんですがあの2020より前も あのスクラムガイドを結構全部読んだことがあるよとずっとこう歴史的にスクラムガイドを読んだことあるよっていう方はどのくらいいらっしゃいますさすがスクラムフェスなのであの現地だと3名程度いらっしゃいますねはいであの我々もあの最初スクラムガイド2020から始めてこうどん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 バージョンの古いやつを読んでいって、まあ、その中であのすごい面白かったのであのそのご経験についてあの話させていただいて最後 明日からスクラムガイド勉強会やりたくなるっていうふうに思ってもらえたら幸いです。では、えー、本編の方を打って、あの、移っていきます。じゃあ、まず社内勉強会でくじける理由と対策ということで、小井さん、お願いします。いはい、お願いします。はい、あの、まあまあまあ、皆、先ほどもちょっとあの、質問させていただいたんですけれども、まあまあまあ、社内勉強会っていうのはやられているのかなというところではあるんですけれども。 まあまああのー、本日もこうスクフェスって、ディスコードとかでも、ね、結構にぎやか、ワイワイとこう盛り上がった感じで進んでますよね。で、私もですね、先ほどあの自己紹介の時にも言いましたけれども、RSGT の時に、わあすげえ盛り上がってる、OST ですらめっちゃ盛り上がってるって思って、これはいいなと思って、あの社内に持ち帰って、 あの勉強会やろうかなっていう感じであの企画したんですけれどもであのいざやってみたんですがこう実際はですねディスコードとかでもねあ,のあるような盛り上がりなんて一切なくて完全無風ですみたいなであったりまああのオン,オンサイトでも現 なんか時間になっても全然人が来ませんとか何かやべえ時間になったのに私だけみたいなちょっと嫌な状態っていう感じがはい実際としてはありましたとでということでですねまあ私の社内勉強会終わりました <laughs> はい第一部完でございますとまあ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 あのー 1>, 1回目だしねと、まあ半分冗談ですよねみたいな感じで、まあ,あの1回では終わらなかったとしてもですね、まあ勉強会繰り返していくうちに、 まあでもなんだかんだ言って初めはいたんだけれどもちょっとずつ参加者がつまらない減っていくとかまあそもそも準備するというような運営負荷が高いとかまあそういうところが合わさってですね主催者側としてもちょっと心がくじけてきちゃってまあなんかこちらにもあるようにですねあの今週はちょっと あの、諸事情により中止します。よろしくお願いします。みたいな感じで、あのー、終了してしまった。ちょっとフェードアウトしてしまうような感じになったっていう方いらっしゃるんじゃないでしょうか。はい。第一部間でございます。はい。でも、そうですね。あのー、まあ、 そうしてまた勉強会終わっちゃうんですけれどもでもでもでもあの参加者が集まらないとか減ってくとかそういったところはまあ理由があるんでしょうねと例えば、まあ、左にあるように、まあ、業務に直接すぐに役立つ感覚っていうのはないよねとかあのまあ業務を優先させなきゃいけないとかまあ 欠席一度でもしちゃうと、この流れが分からなくって、もうちょっと戻れなくなるな、みたいなところから、ちょっとそういう現象っていうのが起きてくんじゃないかな、というふうに考えますと、はい。で、またですね、運営負荷が高いっていうところはですね、まあ、まあ、この勉強会をやるためのコンテンツを準備しますだとか、時間調整しなくちゃいけないとか、メンバー、 との時間調整ですねあとはまあ案内するとか環境準備とかもろもろのタスクがですねだんだんと積み重なっていって結果それが負荷になっちゃうというようなことがあると思いますまあ実際私はちょっと負荷になっていったというところが実感としてありますね、はい、でまあ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 それでも主催者として頑張ってみるんですけれども頑張っても頑張っても そうやって反応が得られないというようなことで、あの結果、心がくじけて、まあ、終了とど。何回目だよって、3回目も、まあ、大丈夫かんというような感じになっちゃっているという感じですね。まあ、実際ちょっと悲しいなと。でもですね、ご安心ください、私も含め。<laughs> あのー、今回ですね、そんな経験がある方々におす,すめのこのスクラムガイド勉強会というのをお持ちしております。はい でこの勉強会あの、参加者が減る一方だけではなくて、まあ、減った方がいたとしても、ちゃんとまあ戻ってこれるというようなことであったり、主催者の,あの負担も限りなくゼロというような感じで、ですねあの我々も結果、あの1年以上続けられているというような状態になってます。はい、で実際、勉強会。 出てもらっている方々にもちょっと意見聞いてみましたというところでまあまあまあ,あの軽い気持ちであの参加できるし途中出れなくてもあの本当にあの復帰しやすいと次の回であの入りやすいですねというようなあの前向きな意見もあの結構いただいてますと、はい、いうところで、ね、ではですねこの実際のスクラムガイド勉強会の方法というところ ちょっと説明したいと思います。はい。で、実際の,あのやり方っていうのはこのようにあの3ステップで書けるぐらい簡単ですと。はい。ステップ1としてはあのスクラムガイドオンラインのホワイトボードに貼り付けますと。で、ステップ2、あの今回の、あのー、まあ、 時間とその今回ちょっとみんなで話し合いたい対象のパラグラフっていうところを決めて気づいたことや感想というのを付箋に書いていくと。で、ステップ3もうその付箋を内容ももとにですねディスカッションしていくと。で、終わったら、まあ、あのもうちょっと時間ありそうだったら次のパラグラフに戻って進んでですね、ステップ2っていうところを繰り返しやっていくと。そんなようなやりようです。 で、こちらがですね、実際我々があのやっている、あの、勉強会のイメージですね、持ってきています。はい。このように、あの、うん、<laughs> すいません。<laughs> はい。あの、実際に、このガイドオンラインに、あの、 ホワイトボードに貼り付けてですね、こうやって右側にあるようにあの付箋、気づいたことを書いていって、であの、その気づいたことに対して話し合いをしていくと、そういうところをこうやっていってるという感じです。はいで、これをやっていったか形で何、何回か続けていくとですね、我々なりの特色というのが見えてきました。でまあ まずはもってですねあの、今までだったら即終了みたいな感じになっていたものが、なんだかんだ言って1年以上続けられているというところです。で、まあ、参加メンバーなんですけれども、結構まああの揺らぎあるんですけれども、それでもやっぱりあの4人から15人程度は来ていると、まあ、4人だったり、次の時は10人以上が来たりとか。 まあ、その次はまた1桁台になるっていうようなところもあるんですけれども大体このぐらいのサイクルでやり続けられているとであとはですね1回大体40分ぐらいを目安にやってってます、まあ、気軽さっていうところもあるんでと思ってるんですけどねで、えー、その中でも黙、まあ、読付箋書きディスカッションっていうところをあの、まあ、40分とは置いてるんですけれども大体30分という流れでちょっとやっていくと。 これがいいサイクルになってってるっていう感じですと。で、あのこのスクラムガイド、あの我々も初めのうちは最新から読んでいきました。で、この2020年版を読み終わったら順にあの過去のガイドに遡っていくというようなことをやっていって、今は2010年のところをやってますよねっていうところまでちょっとずっとさ遡っていってると。 であとはですね日本,のガイドのあ日本語のガイドをベースにあの話をしていくんですけれども、あの隣に英語のガイドもつけてやっていってます。はい、こういった特色があるというところですね。はい、で、えー、このような形で進めておるんですけれども、では実際、このガイドあ、スクラムガイド勉強会、どこがいいかっていうところをあのオンラインの,あの佐藤さんから説明してもらいますお願いします。 はい、佐藤です。えー、それでは、スクラムガイド勉強会のおすすめポイントについてご説明していきたいと思います。はい。ここまでお話ししてきた、えー、参加者が集まらない、減っていく、主催者の事前準備が大変、という二つの問題に対して、業務直結の勉強会、段,段階的変容を意識、定期的に集まる、主催者も一緒に参加、 準備負荷を削減と、この5つの方向性で対応していきます。ちなみに勉強会のポイントは、小泉が新アジャイルというコミュニティで作成した、えー、社内勉強会をゼロ負荷で実施するためにという資料をもとに作成しています。社内勉強会を盛り上げたい方は、ぜひ参考にしていただけたらと思います。 次は先ほど出てきた5つの方向性について一つ一つ解説していきたいと思います。1つ目は業務直結の勉強会です。業務の一環として勉強会を開催するようにすると参加のモチベーションが上がりやすいです。それではここから実際の様子を見てみましょう。おや、スクラムマスターの小井くんと小泉くんがちょうどスクラムガイド勉強会に出席するようです。 き、えーえー、今日もデイリースクラムのファシリうまくいかなかったなあ,あスクラムガイド勉強会がある、えー、ファシリのコツ勉強できるかな勉強会、えー、スクラムマスターの役割ですが2017のガイドにあったスクラムイベントをファシリテートするが2020では消えてますねスクラムマスターの役割にファシリテーションってなかったんですね スクラムの理論とプラクティスをみんなに理解してもらうのがスクラムマスターの責務でファシリテーションはその一つの要素でしかないということですね言葉ではなく心で理解できたせーのスクラムガイド勉強会最高どうやら小井くんはスクラムガイド勉強会で何かヒントを掴んだようですこのように実際に 業務でスクラムを使っている方であれば、スクラムガイド勉強会はすぐに業務に活かすことができます。小池くんの最後の言葉からも、参加のモチベーションが上がったことが伝わったのではないでしょうか。続きまして、二つ目ですね。段階的変容を意識です。やる気があるコアなメンバーだけでなく、いろいろな方が参加できると、勉強会は長続きすると言われています。 スクラムを何年も経験している人、最近やりだした人、これから初めて携わる人、たまたまなレベルの人が参加をすることを意識しましょう。おや、今度は初心者の小井くんと経験豊富な小泉くんが一緒に勉強会に出ているようです。はい。完成の定義を満たさないとスプリントレビューには出せないって書いてますね。 うちのチームでは満たさなくてもレビューしちゃってたな完成の定義を守れないと透明性が低く、検査が正しくできないですからね。毎回満たせてないのであれば、完成の定義自体を見直した方がいいかもしれないですね。とてもいい気づきですね。せーの、スクラムガイド勉強会、最高スクラムゲガイド勉強会を通じて、 小,井くんと小泉くんで気づきがあったようですね。スクラムガイド2020にはこのように記載されています。スクラムフレームワークは意図的に不完全なものであり、スクラムの理論を実現するために必要な部分のみが定義されている。この不完全であったり、必要な部分のみが定義されていることで、様々なレベルの人たちの解釈や違いが 意見が出てくると思います。それを共有することで、初心者も熟練者も、それぞれの視点から、それぞれの学びを得ることができます。三つ目は、定期的に集まることです。何はなくとも集まる。前回の内容を忘れてしまっても、集まる。です。とにかく、定期的に集まることを絶やさないことが大事です。 スクラムガイド勉強会の場合は、基本的にやり方が一緒なので、主催者がいなくても進めることができます。思い起こせば私も、スクラムガイド勉強会が始まった当時は、参加者の一人でした。たまたま主催者が勉強会開始時に不在という場合がありましたが、やり方はわかっているので、集まったメンバーで勉強会を進めることができました。また、前回の内容を知らなくても問題ないため、 お休みしてしまっても復帰しやすいのが特徴です。例えば、お休みしてしまった会があっても、勉強会の内容はみんなが見れる場所に共有されているので、お休みしてしまった会にディスカッション、どんなディスカッションがあったのかを知ることもできるし、勉強会以外の時間も改めて見返すことができます。四つ目は、主催者も一緒に参加です。勉強会において、主催者はファシリテーションだけではなく、 主催者も一緒に参加してディスカッションをします。主催者も参加者も関係なく、全員一緒にやることが大切です。スクラムガイド勉強会でも、主に主催者がファシリテーションをしていきますが、一緒に参加して、主催者対参加者という構図ではなく、みんな対スクラムガイドという構図でディスカッションをしていきます。五つ目は、 準備負荷を削減です。定期的な勉強会では、被災者の準備負荷をどれだけ下げられるかが継続のポイントになります。先人が作ってくれた資料を流用したり、ネタをストックしておくことが大事です。おや、被災者の小井くんと小泉くんがスクラムガイド勉強会の準備をしているようです。ちょっと覗いてみましょう。よし。 勉強会の準備をするぞ、えー。スクラムガイドをホワイトボードに貼って、<laughs> えー、毎週火曜10時から実施すると案内します。と小池君、はい、勉強会の主催大変でしょ<っ>何か手伝うことはないですかいやいやいや、もうあの準備は私大丈夫ですよ。ああ、じゃあ次回からは手伝いますね。いやいやいや、もうこれで1年ぐらい何も準備しなくていいんです。なんだって せーのスクラムガイド勉強会最高 <laughs> スクラムガイド勉強会はとにかく準備の負荷が低いですスクラムガイドも無料で提供されており一度貼り付ければそれ以降の準備は必要なく集まってディスカッションするだけなので主催者も楽ちんですはい、ここまでのまとめです 一般的な勉強会では準備が大変で主体,者の主体者への負荷が大きいという特徴があると思います。スクラムガイド勉強会ではスクラムガイドを貼り付けディスカッションをするだけです。一度準備すればそれ以降の準備負荷はゼロになり定例化しやすくなります。スクラムを実施している人であれば業務に直結しているので参加しやすいですし欠席してもまた復帰しやすいというのが特徴です。 スクラムガイドが完結であるがゆえ、初心者から熟練者までいろいろな参加者で作り上げていく雰囲気の勉強会になります。ということで、スクラムガイド勉強会をお勧めするポイントでした。皆さん、スクラムガイド勉強会に興味を持ってもらえたでしょうかはい、次に、クイズ、スクラムガイド勉強会での学びということで、 スクラムガイド勉強会を進める中で、指摘好奇心をくすぐられたいくつかのポイントに関して、クイズ形式で紹介していきたいと思います。次の4つの中から、4つのテーマから1問ずつ出題します。1、スクラムガイドの歴史。2、バージョンの違いの面白さ。3、言葉のニュアンスの面白さ。4、日本語訳の面白さ。 それでは早速1問目に行きたいと思います。もしよかったらディスコードに回答してご参加していただけると非常に嬉しいです。はい。それでは行きたいと思います。問題。スクラムガイドは2009年と2011年と2013年で発行元が異なっています。次の ABC のうちどの組み合わせが正しいでしょうか 選択肢は2009年、2011年、2013年の順に記載しています。それでは A からいきますね。A がスクラムアライアンス、スクラムオルグ、発行元なしの順。B が発行元なし、スクラムオルグ、スクラムインクの順。C がスクラムアライアンス、スクラムオルグ、スクラムインクの順です。さてどうでしょうかお。ディスコードの方は、 うん、ちょっと問題のマニア度が高いって、あの、苦情が入ってます <laughs>。マニア、マニアすぎましたかね。<laughs> B、B じゃないかという意見が多いですね。<laughs> ああ、なるほど。ああ、じゃあ、えっと。ありがとうございます。BC、BC、BC。C B C、うん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 。なるほど、なるほど。うん、そうですね。はいね、BC が人気でございます。そうですね。では、佐藤さん、回答の方を。はい、答えの方いきたいと思います。正解は、A。 のスクラムアライアンス、スクラムオルグ、発行元なしの順でした <laughs> <laughs> はい、いろいろ調べていくと、えー、スクラムガイドの発行元の発行元が年によって違うんですよねスクラムガイドは2014年にスクラムアライアンススクラムインク、スクラムオルグの3つの組織がスクラムガイドオルグでの公開となりスクラム関連の組織 組織皆の共同所有物となりました。こういったスクラムガイドの歴史についても、このガイド勉強会をきっかけに知ることができました。また、スクラムガイドの歴史の他に、関連する論文や書籍、コミュニティイベントなどのことも調べてみました。上に貼っているのがスクラムガイドですね。左が黎明期ということで、アレクサンダー アレクサンダーのパダンランギュージや野中先生、竹内先生の The New New Product Development Game といった言流から95年にスクラム開発プロセスという論文が書かれそれがスクラムガイドの元になっていますその後スクラムを盛り上げるためスクラム関連団体が設立されいよいよ2009年にスクラムガイドが発行されています真ん中に日本でのイベント 下に日本で出ている代表的なスクラムの書籍を並べていますが、スクラムガイドとともに成長し、2020年くらいからさらに大きくなっている、大きく盛り上がっている様子がわかるかと思います。そして本日はスクフェス福岡2024年となって、2024となっています。おめでとうございます。はい。こうしてまとめてみると、 スクラムガイドの発行から徐々にスクラムが盛り上がり、その中に自分たちがいることも感じることができて、とてもエムかったです。というわけで、スクラムガイドの歴史から第1問をお届けしました。はい、それでは続きまして2問目に行ってみたいと思います。問題です。下記はスクラムガイドのスクラムマスターの項に出てくる用語の数の推移になります。 正しい組み合わせは ABC のうちどれでしょうかという問題ですね。はい。A が丸1開発チーム、丸2サーバントリーダー、03自己管理型。B が丸1自己管理型、丸2サーバントリーダー、03開発チーム。C が丸1サーバントリーダー、丸2自己管理型、03開発チーム。 どうですかね、はい、これ、一が2011年では8個、このスクラムマスターの項に出てきた言葉ですね。はいはい、で、13が6個、16が6個で、20には消えちゃっているっていう感じですね。二、うん、は1回ずつ出てきて、2020には消えちゃいましたと。で、三は逆に2020から急に1件って出てきてるものになります。すごい。す晴らしい。結構 A が多いです、ね、A が多いですね。これは、A あのはい、確証があるようです。<laughs> <laughs> はい、それでは、そ<ー>ろそろ答えの方にいってみたいと思います。答えは A、A となります。さあ、皆さん、ほとんど A じゃないですかね。うん、はい、えー。スクラムガイド2020では、えー、開発チームからスクラムチームとか開発者、サーバントリーダーから真のリーダー、 自己組織型から自己管理型という形にそれぞれ変化しています。これはスクラムガイドのバージョンでどのような記載の変化があるか、あはい、これはスクラムガイドのバージョンでどのような記載の変化があるか、2009年から2020年まで概要をまとめたものになっています。え本日は時間もないため、詳しい説明は割愛しますが、 どのように変化があるのか見ていくととても面白いです。配布資料では353のルールについて時代ごとの変化の概要をまとめたものを載せておきますので、ご興味があればぜひ見ていただけたらと思います。はい。これは実際にスクラムガイド勉強会の中でバージョンの比較によって出てきた意見になります。ちょっと2つほどご紹介していきます。 2017年版の方が2020年版よりプロセスがちゃんと書いてある。2013年版で、2013年版って5つの価値基準に書いてないんだといった続きが上がっています。単に違いがあるということだけではなく、勉強会の中ではなぜ変化したんだろうといった背景の話で盛り上がることが多いです。内容が間違っていたから修正されているというものはほとんどなく、 短いガイドでより伝えたいことに焦点を当てるために改定されているケースが多いです。そういった背景についての理解は非常に重要だと感じています。はい。それでは次の問題から現地の小井さんにお願いしたいと思います。小井さん、お願いします。はい。現地の小井です。はい。では3問目言いきたいと思います。はい。問題。 えー、プロダクトバックログリファイメントのリファイメントですが、2011年では違う言葉で呼ばれています。えー、それは何でしょうか、はい、?A、グルーミング。これは手入れですね。B、アセスメント評価。C、サーベイ調査。さあ、どうでしょうかはい。あの、ディスコードでは A が多いですね。 ちょっと本当は初心者向けの勉強会だったんですけどくろがあがいっぱいいらっしゃいますた。<laughs> なかなか難しいですがいいだと思いましたいいですねではいいでね、はい、じゃあ答えいきたいと思いますはい正解は、はい、A のグルーミング手入れですねはいでこのグルーミング調べてみると、まあ、身だしなみを整えるとか動物の毛づくろいといったような表現が多いですね で実際にあの2011年と2013年のこの、えー、スクラムガイド、こちらにございますとで。手入れからリファイメントに変わっているというのが分かると思うんですけど、小さいですね。はい、でも、まあ、この赤い線のところがそうです。はい、で、あのまあ、スクラムガイド勉強会でもね、あの先ほどみたいにあの英語の、あの日本語版の隣に英語版も並べてディスカッションしてきて。 てるんで、すけれどもでこのディファイメントについてなんですが、この洗練とか改良、改善、工夫といった意味で、あの個人的な解釈になるんですけど、言葉のニュアンスとしてはこっちの方がね、あのしっくりしてくるんで、どんどん変更していったんではないかなというふうに思います。はい、で、まあ次のところ、まあこうやってはい、ね、英語、日本語と英語っていうのをあの両方。 合わせてあの並べることで、こういうような話し合いもできるねというところでございます。はいで、スクラムガイドというのはね、あの難解な記載も多いんで、あのそういった際に英語版見ていくと新たな発見に出会えるというようなところもあります。はい、では最後の問題になります。はい、はい、スクラムガイド。2011年から2013年版であの下記の。 動作するという部分、こちらに変更がありました。何という言葉に変更されたでしょうかと。はい、こちらは選択肢がありません。スプリントの記載ですね、スクラムの中心にスプリントがある、これは完了した、動作する、リリース判断可能なプロダクトインクリメントを作る、ほにゃららというところで、この動作するが何に変わったかというところですね。今回はちょっと難しいんじゃないですかね。うんうん しい <laughs>、まあ検証可能なおいいですねこの、これの通りじゃなくてもこうなかなかこういいですよねこう、検証可能なとか価値があるっていう言葉だときっと動作するよりもそういうプロダクトにこう近い言葉なのかなとかそういう,こうあの形で皆さん書いていただいているんだと思います。うん もうちょっと書かれているので、少しあと1個か2個上がったらい <laughs> きましょうか。<laughs> あでも、はいはいはい、はいはいあ。検査可能なとか価値があるとかいいですね。うん、はい、じゃあそろそろ。はい、では正解いってみたいと思います。正解は、はい、利用可能なでした。はい で動作するというところから利用可能なへの変更というところにあるんですけれどもこちらもまたちょっと私なりに考えてみましたというところですとでこれはあの完成度の高い、まあ、あの製品のインクリメントというのはただ動作するだけではなくて実際の使用現場で価値を提供できる状態にあるべきじゃないかということを示唆しているんじゃないかと。 で利用可能なという言葉なんですけれども、あのインクリメントが市場やユーザーにリリースする状態が整っていると、つまりはあの実用可能な利用価値があるということを示しているんだと。で、これ、インクリメントが単に内,内部的な基準を満たしているということではなくて、外部ユーザーにとっても実際に使える品質であるということを意味しているのではないかと。 であのそうなんですよここがちょっと興味深いポイントなんですけれども、実は英語版っていうところは、まあ、ここ変わっていませんと、ユーザブルっていう言葉のままなんですよね。で、あのこれ、日本語訳にするときにあの、意図が正しく伝わるというところを多分こだわっているんだろうなと、日本語訳についてもこだわりや愛情を持って作られているんだなというところはあの、非常に感じることができました。 はい問題は以上になります。ということでまとめですね。はい、スクラムガイドの,あのバージョンの違いに注目することであの変化に気づきで理解が進んでいきますねとでガイドに使われている言葉を見に行ってもあの執筆者翻訳者の思いや歴史というところが感じられると、まあ、そうすることでですね 自分もこのアジャイルという長い歴史の真っ只中にいるんだなというふうに自分ごとに捉えることができるというところが、はい、まとめになると思います。はい、では、あのー、最後、そうですね。あの、実施の感想というところで、はい、えー、社内でスクラムガイド勉強会に対するリアルな反応について、あの、小泉さん、あの、お願いしたいと思います。はい、最後ですね。あの、実際やってみて、あのー、 内部の声を少しあの書いておりますで参加頻度なんですけどあのすごい盛り上がってるかというとあの時間があれば参加するというメンバーもいたり、まあ、毎回参加するというヘビーユーザーもいたり、まあ、一度も参加してないだったり12回だったりあの結構こういろいろまちまちにはなっているというのが現状になっています。であの今までこういいことばっかり言っていたのでちょっとあえてメンバーに。 あのこのスクラムガイド勉強会こう嫌なところあの悪いところを言ってくださいっていうところでちょっとネガティブな意見の方も聞いてみましたで1個目はあの過去のスクラムガイドと読み比べると結構こう読むのが大変だっていうような意見はあ,のありましたねで2個目3個目っていうのは結構あの重い意見で、まあ、年次によるガイドの違いとか変化にはあんまり興味がないよ 一回読めればいいと思ってますみたいな意見もありましたし、こう遡っていくほど間違い探しみたいになってきていて、で遡る価値ってよくわからないなみたいな意見もあの正直出てきています。で、あの、勉強会のコツのところで、あの段階的変容という話しましたが、まあ、やはりあの参加頻度も意見もあのまちまちで、こう毎回参加してこう熱い思いを持っている方もいれば、 まあ参加しなかったり、一回読めればいいよって思っている方もいて、こう、まちまちっていうのがあの今の状態です。で、これ、あのー、もともと、まあ、この状態をなるべく左にしていきたいなって思っていました。で、ただ、今、こう1、一年半ぐらいずっとやってる中では、あのー、もう実は今のままでいいなっていうふうに思っています。 えー、勉強会の内容っていうのはこれスクラムガイド勉強会ってずっと同じなんですね先ほどの過去のスクラムガイドは読んでいくんですけど毎、まあ、回こう読んでみんなでディスカッションしてだ基本的には同じなんですよ内容は。でじゃあ内容を同じことをずっとやってて何か意味があるかっていうとあのメンバーがあの本当に変わってきますメンバーの成長とか変化っていうのがこうずっと同じことをやってるとこう変わってきて、まあ、それが感じられるっていうのが非常に良いなと。 逆にこう、全員左にいるっていうよりは、こう、右の人も左の人もいて、ここがこう変わってるよっていうことを勉強会の中で感じられるというのが、あの、非常に良いなというふうに思っていまして、基本全部対話形式で進めていますので、先ほどのあの、寸劇も、あの、実際の感想をこう、元に作っているんですけど、そう、今、こういうこと困ってるんだよみたいな話もこう、出てきますので、あの、チームの状態も感じられるというところで、 やはりこう、不可なく楽しみながら、こうずっと続ける、いける勉強会っていうのは、あの、とても良いなということを感じていて、あの、こう、変化していくことが大事で、あの、全員、こう、熱くなってなくてもいいかなっていうのが、今、我々が思っているところで、あの、楽しく続けております。はい。えー、最後ですね、えー、本日のラーニングアウトカム、あの、もう一度、復習で載っけさせていただいてます。まず、えー、チーム社内 の勉強会を続けるコツがわかるということで、あのま不可なく、続けられる方法が重要だよ。というところをお話しさせていただきました。で、2点目、えー、スクラムガイドの各バージョンの違いについての面白さを感じることができるということで。まあ、今回あのクイズにあの思わずしてしまったっていうところで、やはりこう。ちょっと内部でもこうどうしようかっていうところで、ちょっと盛り上がってこうクイズにしたんですが、あのまあ、面白いですよね。結構。 あの、思わずクイズにしてしまう面白さがあって、やっぱりこうバージョンの違いとかって、こう歴史があって面白いなっていうことが感じてもらえたら幸いです。で、一番こう叶いたかったのが最後なんですが、えー、明日チームでスクラムガイド勉強会を実施したくなるということで、まあ先ほど、あのー、半分ぐらいですかね、ここで言うと。で、あの、ディスコードでも、あのー、 オンラインで聞いていただいている方もいると思うんですけど、あのやったことない方とか、まあ、昔1回だけやったけど、ちょっとこれを聞いて、あのまた1回やってみたいなって思ってくれる方が、あのもしいらっしゃったらあの非常に嬉しいですであの。もしやってくれたりしたら、SNS とかでつぶやいていただけるとあ、こんなやり方があるんだとか、こうど,んど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 んお互いにいろんなやり方の実験ができるのであの、ぜひ盛り上がっていくと嬉しいなと思います。どうもありがとうございます。 で、最後ですね。えー、それぞれの感想ということで、今回、あの、初登壇のメンバーもいるので、ちょっと最後に一人ずつ感想を言って終わりたいと思いますで。最初に、あの、私からですが、あの、今回、あの、スクラムガイドの歴史を、あの、改めて調べる中で、このスクフェスを阪、福岡でこう登壇していることですね。あの、やっぱここが自分たちもこうスクラムの歴史を作っているかもしれないなって、こう、本当に思えて、 あの今回の登壇っていうのはあの、とても幸せな時間だなというふうに思いました。どうもありがとうございました。では、次は、佐藤さん、佐藤さん。ささん <laughs> ごめんなさい。で、はい、オンラインの佐藤さん、お願いします、はい。はい。スクラムガイド勉強会を始めた当初は、あの過去のバージョンを逆らわなくても、最新版だけ理解しておけばいいんじゃないのってあの思ってたんですけどあの、スクラムガイド勉強会に参加し始めて、 スクラムガイド、そもそものスクラムガイド自身が、あの、一度きりじゃなくて、何度も何度も読んでいくと、その時々であの刺さる部分っていうところが変化して、その、とても味わい深いものなんだなっていうところにまず気づけたっていうのが良かったなと思いました。さらに、あの、過去のバージョンなんかも見ることによって、どうして内容が変わっていたんだろうってところを考えるようになったし、勉強会の中で他の参加者の意見も聞くことができて、自分にはなかった気づきを得ることができたなと思っています。 さらに視野を広げることができたんじゃないかなと感じることができました。はい、ありがとうございました。以上です。はい、で、最後私です。はい、私はあの、このスクラムガイド勉強会でよく主催をする側だったので、結構、こう、思うところが。 ありまして2つちょっと挙げてますがその1つ目ですでこの勉強会やる前の自分はまあ、参加者のみんなに対してこういう意義な場が醸成できるといいなっていう風に思ってたんですねでも実際やってみた後の自分として考え振り返ってみると実はみんなじゃなくて自分が学びたい欲を満たす場だったんだなというところでまあ、これ実は自分にとって良かったんだな <laughs> みたいなちょっとエゴみたいなところが見え できてましたと。で、二つ目というところで。まあ、あのー、冒頭にも。 ってましたけれども、RSGT の熱に浮かされて始めたっていうところで、結構進展になりがちなんですけれども、Y がやで盛り上がれるかなみたいなことをはじめ、ちょっと期待してましたと。でも実際そうはならなかったというところなんですけれども、まああのーで、やってみた後の自分としての Y がやは簡単じゃないっていうことはよく分かりましたと。でも、でもなんですけれども、盛り上がりに関係なくこう、参加者の意思っていうのはちゃんと出し合えて、そこからでもちゃんと学びに。 することができるんだなっていうところをそう強く思うことができました。はい、というようなところがはい我々の感想でございます。はい、えー、長時間あのご清聴ありがとうございました。はい、以上でございます。はい、では最後に生のスクラム会議の会議<界>最高。最 <laughs> ありがとうございました。ありがとうございました。<laughs> ありがとうございました。はい、ちょうど時間になりましたので、はい以上で。 小泉さん、小井さん、佐藤さん、ありがとうございました。